皆さんこんにちは、吉田成正です。はい、ということでですね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近またですね、動画、やり始めてですね、メインチャンネル、そしてサブチャンネルであるビジネスチャンネルの方もですね、更新しない日はないと、ね、いう形になっているわけですけど、皆さんどうでしょう。で、LINE アットの方もですね、非常に登録している方が多くてですね、もう165人を超えたと、ね、いう形になっています。ぜひですね、またこちらの動画の下の動画説明欄にですね、LINE アット登録ね、する欄がございますので、そちらの方からですね、リンクをポチッとね、クリックないしタップね、していただいて、タップダンスビートたけしね、ということでですね、とりあえず頭に思い浮かんだことを、まくし立てるように言うだけね、という感じなんですけども、ぜひね、登録していただきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、サークル K さんからのこちらですね、ババン。こちらサークル K さんで購入いたしました268円鶏玉サンドでございます。甘辛いチキンタレッチだとね書いてありますけど、こちらの方ですね、いかがでございましょうかね。サークル K さんでですね、サンドイッチを買うというのはですね、まあないんですけどもね。さあどうでしょうか、ということで揚げてみたいと思います。必ずこうなりますね、後ろの方、ここの方がもうちょっとピッとね切れるとですねいいかなと思うんですけどもね。さあこちらがですね、2つ出てまいりましたね。こう2個だって中身は一緒ですね。はい、鶏と卵ってことで、ね、よく考えたらですね、親子丼ってありますね。あれはですね、鶏チキンの肉とですね、卵を上にパッとね、かけますけども、サンドイッチ界の親子丼かと思いましたけどね。中身どうなんでしょうね。少ない少ないですね。まあ、卵このままですかね。これはですね、少なくて、しかも分かりますかね、これ分かりますかね。味、食べるであろう方向にですね、集中しておいて塗ってありますね。こちら後ろの方にまではないと。まあ、これは戦略ですからね。しょうがない。前から見るとこんな感じです。なるほどね。分解すると面白い。ということで、いただいてみたいと思います。あえてこの真ん中、こっからね、いただきたいと思います。いただきます。うん。うまい。すべこべ言いましたけど、うまいです。はい。うん。結果オーライ。結果オーライですね、これ。まあでも、これだけ濃いですね、味がね。ですので、まあ、全体に塗りたくられているように一部にあってですね、この卵とですね、ミックスして食べるってあたりがちょうどいいかなっていう感じですね。うん。うん。午後の紅茶、午前中に飲まないでください。はい。午後の紅茶を午前中に飲むとどうなるか教えていただきましょうか。うまいです。はい。ということで46歳です。はい。ということでですね、ありがとうございました。今日ご紹介いたしましたのですね、ファミリーマートさんじゃなくて、ごめんなさいね。口がなんかファンになってましたね、今ね。サークル系さんで購入させていただきました。鶏玉サンドでございました。ありがとうございました。すべての神々をこの指に参る。ストップボタンポチ。